輩の方入ってて、私すぐ出ますんで、アトランタに行ってまいりました。でアトランタでまさに今新聞テレビ NHK は合意したしたと。で実際にはアトランタに私行ってきましたから、皆さんに本当のことを一言お伝えします。これはね、これは合意したしたっていう詐欺じゃないかと。実際にはフロマンが記者会見で最後に、これは総論か各論の合意かと言ったら返事できなかった。何の協定書も各国交わさなかった。その中で大杉合意を演出した。でこれから最終合意に向けて、で各国の本当の細かい調整が始まるものと思っています。そしてアメリカはご承知の通り、ヒラリー・クリントンで、もう一人のサンダーソン大統領候補で、共和党のトランプさん、大統領選挙がもう来年2月から始まりますが、皆さん反対で、予備選挙もすぐ始まります、2月から。そうなるとアメリカは絶対に TPP を批准できません。大統領の署名すら難しいんじゃないかと思ってます。ただ今回際立ったのは、日本だけがまさにアメリカのポジイカで吠えまくって番犬みたいなもんで、でなんとかみんな各国小さい国を脅かしまくって、なんとか合意しろ合意しろ合意しろと。で何にも日本は出られることない。でカナダの農業団体の代表さんともお会いしましたが、日本は自動車まで譲ってしまって TPP で何もメリットないじゃないですか、そうやりました。でまだ戦いは本当にこれからだと思います。そして TPP は安保法制を同梱です。原発再稼働も、ただ安保法制と一つだけ違うのは、この TPP は条約ですから、各国が本当に批准して、署名して、批准してしまったら、いかに政権が交代しても、全部国内法を条約に基づいて書き換えなきゃいけないんです。書き換えなきゃ。そうすると、いくら国内での政権が交代しても、すべてそれに縛られてしまいます。食の表示の問題も、そして僕は医療保険、そういったものも大変危ないと思ってます。どうか一緒にオールジャパンで頑張りましょう。共産党の参議院議員の小池晃さんです。後ほどまた仕事をお話をお伺いしたいと思っておりますけれども、とりあえずご紹介しておきます。でつまりはだから、要するに、先ほど申しました理念は抵抗だと、グローバル資本の暴力性に対する抵抗であると、これが基本理念であるということに尽きると思いますが、この理念で結集できる勢力というのは多々あるわけなんですね。しかしながら今のところもさまざまな困難があって、要するにさまざまな政治勢力のこれまでのいきさつであるだとか人間関係というと、非常に伝統的に共産党の勢力が強いわけですけれども、共産党対他の、勢力、つまりだから自民党系だとか社会党系だとか民主党系だとか、みんな一緒になって共産党と対峙するという、こういうような構図で、来ている、長年来ているということなんですね。で今回共産党の方側がですね、志位さんが重大な提案をしました。で私は、まあ、やや驚きというのもありましたと同時に、これは共産党自身も変わってきているのかな、あるいは変わってきていてほしいなと、そういうふうに思うんですね。でこの間大きな社会運動の盛り上がりがある中で、おそらく共産党の党員というのも大衆的なその場面でですね、多くの活動をしてきた。
そして、まあ、大変ないろんな経験を積んでいると思うんです。そういう中でみんながそうやって一生懸命やってる中で、党の上だけがですよ、俺たちだけが有害独尊だということを延々と続けて、そして野党の場合にとどまる、野党の座にとどまるしかことしかしないんだというのであれば、それは当然末端の党員だと怒り出しますよ。私は今そういう動きが出てきてるからこそ、まあ、共産党もですね、ああいう提案、大胆な提案が出てきたんだ、そういうふうに感じている次第です。そしてこのことというのは多くの場面で同じことというのは起こらなければならないと思っています。具体的には労働組合でありますとか、あるいは、協同組合でありますとか、いわゆるこの現状の政治に対して反対をしよう、抵抗をしようという勢力を勢力になりたいというあらゆる団体で、いわばそういう下からの動きというものが出てこなければならない。それこそ私は民主主義だということのように発信しております。ご清聴ありがとうございました。大変力強いご挨拶いただきました。ありがとうございます。今日共産党の小池議員がわざわざ来ていただきますけど、民主党からは誰が来てるんでしょうか。植草先生どうもありがとうございます。今お聞きの通り、この春からオールジャパンの企画が準備されまして、その間今日に至るまで何度か勉強会を経て、まあ、今日に至っております。植草先生のお話の趣旨、これに符合するかのようにですね、共産党の志位委員長から先ほど言われたように、選挙協力の非常にその決意、重大な決意が表明されております。でこのことをですね、私たちとしては肝に銘じながら、このオールジャパンの運動をさらにさらに大きくしていかなきゃいけないというふうに思っております。どうか小池先生よろしくお願いします。なんか武力で平和を作る、これは不可能です。絶対に不可能なんです。思想の連鎖を生むんです。それは私も最低限のこの国をいざという時に守るための防衛力は否定はいたしません。しかしそれ以上のもの、すなわち積極的平和主義と安倍総理が言っているような、武力をむしろ積極的に使って、そして世界を平和に導こう、そのためには自衛隊もいろんなところに派遣するぞ、これは大きな誤りであります。お待たせいたしました。本日のメインゲスト、小池参議院議員をお待たせいたしました。日本共産党の副委員長の小池晃でございます。意外な参加者だとご紹介をいただきましたけれども、私はこの会場に入った瞬間から何の違和感も感じております。3ヶ月ぐらい前だったらどうだったか分かりませんが、しかし皆さん、史上最悪の安倍政権を前にしてやるべきことははっきりしてるじゃありませんか。戦争法では軍事的に
まさにアメリカの属国となる TPP では経済的に属国への道をまっしぐらに突き進む。何が一億総活躍社会だいたい一億なんていう言葉を使うときはろくなもんじゃないよ進み一億火の玉だとか一億総懺悔だとかまさに上から目線の全体主義ではありませんか。憲法の上に自分を置く個人の上に国家を置く、これはもう民主主義の否定であり独裁政治以外の何者ではないと。だからこの安倍政権は倒すしかないんですよ政権を倒すのであれば新しい政府を作るしかないではありませんか。そして新しい政府を作るためには選挙で協力するしかないではありませんか。ほら、私たちの提案はこういう極めて単純なまっすぐな提案であります。そうだ、本気の提案であります。そうだ、やはりあの国会を取り巻く数万人のあの集会に私たちも出ます。この声に応えるのは政党政治家の責任である。あの戦いの中で日本共産党も脱皮をさせていただいた。このことを報告されています。今私たちが呼びかけている国民連合政府、まあ、名前はどうでもいいですけど連立政権という言葉は使いませんでした。政党の組み合わせだけではない、個人団体みんなが力を合わせて本当の民主主義を取り戻す、これが必要だと思います。立憲主義、民主主義、平和主義、個人の尊厳が最も大切にされる当たり前の政治をこの国で作るために力を合わせようではありませんか。まず参議院選挙、そして解散総選挙、追い込んでいきましょう。必ず自民公明を政権の座から引きずり下ろして21世紀のこの始まった市民革命を必ず成功させようではございませんか。そのために全力を尽くす決意を表明してご挨拶といたします。共に頑張りましょう。小池議員どうもありがとうございます。できれば引き続きご参加いただきたいと思います。こんないい共産党を見たの初めてです。小池さんはこの会場に来て違和感がないとおっしゃいましたので、そうであればもう数年前から我々の会にお誘いしてればよかったと今思ってます。まあ、それにしても、遅すぎるということはありません。これからですね、どんどんこの会にご出席いただいて、共産党のいいところをもっともっと皆さんにですね、披露していただきたいと思います。どうもありがとうございました。時間もだいぶ迫っておりますけれども、8時にはここを完全に明け渡しをしなくてはいけませんので、その点を皆さんどうぞよろしくご協力くださいますようお願いします。それではちょっと駆け足ですけれども、引き続いてですね、真打ちの小林節先生よろしくお願いします。
真打ちなどと言われましたけど、特に新しい話はありません。今小池副委員長の話に尽きてるんですね。ですから、これまでいろいろな方が安倍政権がおかしいということと、それからそれにまつわるさまざまな思い出話と政策的な夢を語られましたけれども、はっきりしていることはですね、共産党の提案の後にいくつかの政党の偉い方が左側に基本政策の違う人々とは一緒にやれないなどと抜かしていたんですね。本当にバカバカしい話で、分裂して万年野党の一つでいる方が政策政策と言って何をするんですか。ただのナルシズムです。今日民主党の代表に昼飯に呼ばれたんでそのことを言ってきましたけど、それからですね、全国でいろいろなところを歩いてますと、あれはありがたいんだけど、自分は連合系の組合の幹部なんだけど、共産党と一緒にすると組織乗っ取られて嫌なんだよね。でもその人に対して何と言ったか、いや実は一人じゃないんです、何人もいたんですけど、違った場所でね、いいじゃない、乗っ取られたらって言ったんです。なぜ乗っ取られていいかというとですね、運動論とか組織論をやっていて、あんたが弱いから負けるんだろうが、強さを学ぶためにも一度乗っ取られたらいい。ということです。別に共産党の手先ではありません。その人に成長してほしかったんです。それからですね、いろんな地方議会で、でも共産党ってこの間の地方都市長選で躍進しちゃって、張り切った変な新人がいっぱいいて、で議会の作法も何も知らないでピーキャーピーキャー顔張って感じ悪いんだよね。それは共産党に反省してほしいと思います。共産党が引き付けていただきたい。それからですね、多くのその非共産党の党派の運動家の人たちがですね、それ野党共闘って言うけど、どうやって共産党と口を聞いたらいいか分からない。それはですね、各党はそれぞれ全国組織ですから、上の方たちが面倒見てあげればいいと思うんですね。それから連合の新会長にもたまたま先週食事に呼ばれたものですから、その乗っ取られたらいいと言っておきました。さすがにびっくりしてました。ただね、その乗っ取られたらいいと言った時のちょっと決め台詞がありまして、いや目の前の日記機共産党よりも国を乗っ取ってる安倍ちゃんのが問題じゃないですか。安倍ちゃんよりも隣の共産党がいいに決まってるじゃないですか。ということなんです。で、いろんなこういう運動が起きていることは大変好ましいことだと思います。まさに日本国憲法を我々国民がですね、身につける場を安倍ちゃんが下すと大変感謝しているんです。そういう非力と明るさを持ってですね、早く安倍政権を押し倒そうと、蹴り飛ばそうと、私の立場で考えております。で、いろんな人がいろんなこういう運動もですねあるんですけれども、それはそれぞれにおやりになったらいいと思います。こういう組織を統一しようとかですね、いろんなことを考えない方がいいと思います。私はこういう調整に政治家や元政治家と我々そうでない人たちが一緒にいることはある意味正しくないと思って、我々はその雰囲気の風を送る役であって、実際には政党政治家たちがですね、現場でギリギリ詰めてなさればいいと思っています。それに実は我々はこういう混成みたいなもので関わるべきではないと私は思ってます。だけどこの運動を否定はしません。おやりになったらいいと思います。以上です。続きましてですね、元外務省の国際情報局長をやってらっしゃる、現在ベストセラーを出させていらっしゃる
よろしくお願いします。集団的自衛権は見にくい、 TPP は見にくい、原発再稼働は見にくい、ここにいる人はみんなそれは分かってる。だけどそれを実施する安倍政権は頑としている。今日本がどうしてこんなにひどい国になったのか、私たちはもう一度考えてみる必要があると思います。二つ、一つはちゃんとしたリベラル層が結集できないこと。もう一つ、極めて重要な役割を果たしているのは日本のマスコミ。今日本の状況は真っ只中だと思います。本当に崖っぷち、どん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 落ちていくと思います。その中で何をすべきか、それはリベラル層が結集することだと思います。上草さんが言ったように、何よりも重要なのは参議院衆議院選挙の一人区でリベラル層に候補者を一人にする。その中で共産党の役割はこれは外せません。共産党とは組めないとよく人は言う。しかし今集団的自衛権と TPP と原発の再稼働、これを行うことを許すことの方がはるかに広い。何よりもまず今我々がやるのは、どのような形で一本化できるかという組織作りだと思います。そしてもう一つ、私たちはこのマスコミにどう戦っていくのか。これをしない限り日本の国が反対勢力にまとまることはできないと思います。今アメリカではトランプっていう人がものすごい人気を得ています。民主党ではサンダースという人がいます。全く新しい政治の動きがアメリカの中に出てきている。なんでか、多分多くの人が気づいてないこと、トランプのフォロワーは437万人、ツイッターです。サンダースは62万人、これを毎日発信して運動に盛り出して、だからこれからの運動はもう駅前で紙配るのはやめる。年取ってる人は若い人に聞いて、ツイッター、ソーシャルメディアをやっていくことだと思います。今日見えてるジャーナリストの岩上康美さんです。ちょっと一言だけ簡単にご挨拶をいただきたいと思いますが、すいません、ちょっと今うたた寝をしておりました。不意をつかれてどうしようかね。実は私、今日早い時間にご挨拶をするという約束だったんですけれども、遅れてきてしまいました。
なんで遅れたかと申し上げますと、代々木におりまして、日本共産党の志位委員長とインタビュー、しておりました。でそれが、はい、ありがとうございます。ありがとうございますという、まあ、これ志位さんへの拍手だと思うんですけど、1時間の予定が1時間半、お付きの方がイライラするほどじっくりお話を伺わせていただきました。で、ヒヤヒヤするような質問もポンポン投げかけて、でそれで困った顔しながらお答えいただいたんですけれども、やっぱり共産党ってあれですね、長い歴史がありますから、ですから志位さんの時代に決まったことじゃないことを、まあ古い世代の方が覚えてらっしゃって、共産党は昔は護憲政党じゃなかったじゃないかとか、そういうことを言うんですね。そんな時代あったんだっていうことをですね、わざわざ掘り返してきて、志位さんに説明を求めたりしてですね、でその頃そういうことを言った人っていうのが野坂三蔵さんだったりしてるんですよ。で野坂さんのね、写真入りのパワポも用意してたんですね。でこの人はもう今いませんみたいな形で言ったりなんかしまして、大変面白い内容になっております。皆さんぜひ IWGA のアーカイブでぜひご覧になっていただければなと思います。今一番のキーパーソンはまあ間違いなく C さんだろうと思います。でその C さんの呼びかけに対してですね、どんなリアクションをしたのかということも IWGA でずっと取材し続けてるんですけれども、なんといっても見え切らないのが民主党の右派、そうですよね。あ、ごめんなさい、煮え切らないの左派かな。右派は歯切れよく参加しないって言ってるんですよね。安倍さんをアシストするって言ってるんですよ。前原さん、そして、長島さん、金子陽一さん、細野さん、細野さんっていうのは代表同士、必要ないって言っているわけでして、この間長島さんに参りました。長島さんにこういろんなパワポを見せてたですね、アーミデジさんと仲良くしている、あ、お時間です、あ、わかりました、すいません、はい、ということで続きはサイトの方でご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。本当に上下さんどうもありがとうございました。お呼びいただきましてありがとうございました。皆さんの運動は成功に終わるように、終わるんじゃないな、これから始まるように、お祈りしたいと思います。どうもありがとうございました。お招きいただきましたありがとうございました。本日のこの集会の締めくくりを世話人の一人である私の方ですることになっておりますが、ちょっと時間の関係でごく簡単にまとめたいと思っております。明治維新が日本の近代民主主義革命であるという説もありますけれども、私はこれは長州をはじめとする地方軍閥のクーデターだというふうに考えています。先の戦争の後にも日本は民主主義革命というものを達成しておりません。ただ新しい平和憲法の下で曲がりなりに平和と繁栄を享受することができました。しかし今安倍政権、これはまたくしくも長州の安倍晋三とこの磯銀着じゃなくて腰銀着の高村正彦、この2人の長州人がですね、再びこの憲法を蹂躙破壊して日本をのクーデターを図っております。極めて、因縁のある構図だと思います。で私たちは今度のクーデターだけは絶対に許すことはできないと思います。1789年にフランス革命が起こりましたけれども、この引き金になったのは例のテニスコートの誓いです。本日我々は憲政記念館で先ほどの集会宣言で安倍打倒、平和な日本の再生、主権者が日本を取り戻す、このことを皆さんで誓い合いました。私はこれを今日憲政記念館の誓いというふうに命名したいと思います。この日憲政記念館というのはおそらく日本の憲法ができて、立憲政治を記念して建てられた
建物だと思います。その意味では今平和憲法が蹂躙破壊されようとしている中で、このような集会がここで開かれ、ここで700名以上の方が誓いを立てたということは極めて印象深いものであるというふうに考えております。今白井先生も言われましたけれども、日本にはまだ民主主義の革命は起こされていない、これをまず達成しなければいけないというふうにおっしゃっています。私もその通りだと思います。この今日の集会を起点にしてですね、ぜひ日本に本当の意味の民主主義革命を達成しようではありませんか。最後になりますけれども、今日皆さん大変素晴らしい皆さん講師の方の お話を聞いてとても高揚していると思います。で、高揚ついでにですね、最後にシュプレヒコールをして参加したいと思いますので、ぜひ皆さんここで、まず発声いたしますので、皆さん元気な声でシュプレヒコールをしていただきたいと思います。憲法破壊を許さないぞ。原発再稼働を許さないぞ。TPP 成立を許さないぞ。戦争と弱肉強食の政治を許さないぞ。平和と共生の政治を実現しろ。オールジャパン万歳。どうもありがとうございます。それではこれにて本日の集会を閉会いたいと思います。